こんにちは、ダイアナです。本日もよろしくお願いします。今日はちょっといつもと毛色が違うんですが、思いつきでバスタイムルーティーンを撮っていこうと思います。バスタイムルーティーンっていうのはちょっと私も撮ったことないのでどんな感じになるかわかんないんですけど、私がちょっと今仕事の関係でホテルにちょっと今日泊まる機会があったので、ここ今ホテルにいるんですけど、お風呂がすごいこっちにあるんですけど、すごい綺麗だったのでちょっと撮ってみようかなと思いました。せっかくなのでちょっと自分のいつも使ってるものとか、あとなんだろう、お風呂でどんなことしてるかとか、なんかそういうこう気ままな動画を撮っていこうかなと思います。このバスローブっていうんですかね、こういうなんだろう、ホテルでよく支給されてるやつのちょっと着てるので、ちょっと雰囲気が違うかと思うんですけど、なんか人間ドック着てるみたいな感じなんですけど、これから入っていこうと思います。私普段こういう遠方のなんだろう、ホテルとかに来る時って自分のお気に入りのバスボムっていうんですかね、そういうのをこうよく持っていくことがあるんですよ。なので今日も持ってきたんですけど、ナシのオレンジの匂いがすごいいい感じのバスボムです。これ本当はなんかここが丸なんですけど、球体になってるんですけど、4分の1とか2分の1とかに切るタイプなので、私はこうやって分けて使ってます。私がラッシュの匂いがちょっときつくて、あんまり得意でない匂いのものとかも結構多いんですよ。なんですけど、もう柑橘系が私はもう死ぬほど大好きなので、これはもうすごい大好きということで、いつも買ってます。これを今日は一緒にお供に使っていこうと思います。えい、じゃあ着替えてきます。ダイアンドチャンネル。ということで入ってみました。私ちなみにちょっとあれなんですけど、前の水着着とるやんと思う人多いと思うんですけど、なんか今日のためにというよりかは、なんかそのバスタイムルーティーンを撮れたら撮りたいなぐらいと思ってて、でその時にいや何かあったら困るなと思って一旦水着持ってきたんですけど、超大正解だった。これ水着なかったらもうここ全部透けてるから全然やばかったですね。撮れなかった今日。これ水着ありで申し訳ないんですけど撮影をします。まず早速なんですけど、今日一緒に私のお風呂たちを共にする戦友たちです。じゃん、じゃん。ちょっとねこれお泊りセットっていう感じで持ってきてるので、これとかも何って思っちゃうと思うんですけど、これが化粧水、乳液、洗顔、トリートメント、シャンプーでいつも使ってます。まずこれがみんなも大好き無印。私はもう無印信者です。意外と無印っとけばなんとかなるって思ってる人ですね。これとあと洗顔フォームも無印です。これこっちが、これはシャンプーなんですけど、私はどっちも普段使ってるのがオージュアっていうシャンプーなんかってそれこそ提供みたいになっちゃうんですけど、オージュアっていうところのシャンプーとトリートメントを使ってます。私が知ってる人もいると思うんですけど、結構髪の毛が白かった時とかピンクとかオレンジとか青とかいろいろやってた時があって、ブリーチをもう6回ぐらいやってるんですよね。どうしてももうダメージ補修がしきれないしきれなくて、そのシャンプーが悪いとかじゃなくて、だからちょっとこういう専門的なやつを使ってます。バスタイムルーティーンになるので、ちょっと今からこの洗顔をしてメイクを落とそうと思います。全体的にすごい覇気がないって感じ。私結構なんか眉尻がすごい薄いんですよね。だからなんかここまでしか顔のなんだろうパーツがない人みたいになるのがすごい悩み。じゃあちょっと今この妹っ子スタイルで妹っ子スタイルで配信させていただいております。私は基本的にこうやって顔のメイクを落としたら、ここでいつも結構長いこと携帯をやってることが多いです。でこの今はちょっと携帯のカメラで撮ってるので、携帯を触ってるところとか何をやってるとかっていうのはちょっと見せれないんですけど、口頭で言うと、まずはゲーム、プロジェクトメイクオーバーっていうゲームにハマってます。私はなんか最初にハマったきっかけはインスタグラムの
広告でハマったんですけど、それでもう気づいたら1100レベルぐらいまで行っちゃいました。ホテルだからちょっと見せれないんですけど、最近お風呂用にプロジェクターを買いました。お風呂用にって言ったらあれなんですけど、プロジェクターを買って、そこでいつも結構アマプラとかネットフリックスとかを見ることが多いです。割とプロジェクター使ってテレビ見ながらゲームして、でこういういい匂いに囲まれながら過ごすっていうのが、もう私の最高のバスタイムルーティンですね。ちょっともう私はのぼせてきたので結構顔も赤いですね。のぼせてきちゃったので、シャワーを浴びて出たいと思います。ということでお風呂から出ました。ちょっと髪の毛をこれから洗うじゃない乾かしていきます。私が使ってるのはこれです。知ってますか、これモロッカンオイルっていうやつ。最近買ったんですよね、これの。トリートメント専門店の店員さんがおすすめしてくれました。これは私は普段はお家では水原希子さんがモデルをやってるドライヤーを使ってるんですが、今日はこっちで。動画上だとあんまり分かんないと思うんですけど、あ、でも分かるか、ここのツヤ、なんていうんですかね、これ天使の輪っていうのかな、分かります？すごいね、これさ、ブリーチ6回した人とは思えないツヤの出方してません？めちゃくちゃすごい。やっぱモロッカンオイル強いな。いや本当に髪もしっとりしてて、めちゃくちゃ私の髪に合ってるかも。これいいね。これ黒染めじゃないんですけど、黒髪にかなり近い色合いにしたので、結構髪質とかがね、やっぱり綺麗だとよりいいかなと思ってちょっとこだわってるんですけど、こんな感じで私のバスタイムルーティーンを終わりたいと思います。なんかいつもは結構多いのが、提供っぽくなくて提供の動画とか私結構撮ってるんですけど、今回は逆に提供っぽくて提供じゃない動画っていうのを撮ってみました。皆さんは楽しめたかな？私はこれからもう遅いので寝ます。それではまた次回の動画でお会いしましょう。最後までご清聴いただきありがとうございました。バイアンドでした。バイバーイ。